子どもたちが個性を大切にしながら自立と共生を学ぶ家なプラン教育の講演会が明日高知市で開かれます。家なプランの普及に努めるオランダ在住の研究家が浜田知事を訪れました。知事を訪ねたのは家なプラン教育の日本での第一人者といわれるリヒテルズ直子さんと、県内で家なプランスクールに認定されている芸術学園幼稚園の関係者です。家なプラン教育とは子どもたちの個性を尊重しながら自立と共生を育む教育モデルで、リヒテルズさんは家なプランが広がったオランダで教育制度などの研究を重ねてきました。リヒテルズさんは浜田知事に家なプランができた経緯や制度を導入している学校などを紹介し、改めて教育の在り方を考えるきっかけになればと話しました。今の世の中答えのないことばっかりなんですよ。自分でクリエイティブに考える力が必要なんです。だから答えがないかもしれないけど問いかける、問いかけて分かるところまで追求する、そして社会のために働くという気持ちがとても必要なんです。そこを家なプランを目指しています。明日は高知市でリヒテルズさんによる家なプラン教育の講演会が開かれます。